はい、今回はですね、日本の再生は財務省解体から始まるというテーマでお話ししてみたいと思います。久しぶりですね。いろいろ忙しかったんでね、忙しいっていうのは言い訳にもならないんですけどね、どうも僕は落ち着かないとこういうね、YouTube とかあまりできないタイプみたいなんですよね。それでちょっとブランクありましたけど、今日はちょっと久々にね、お話ししてみたいと思います。ですね、これは文化人放送局、1月の16日かなに放送された文化人放送局の、YouTube 番組ですねの内容をですね、門田隆翔さん、僕一番ね尊敬しているジャーナリストの一人ですね。有本香さんとかもね、好きですし、この門田隆翔さんとかね、あるいはジャーナリストではないけど高橋洋一先生とかね、本当素晴らしい、文化人が集まって議論する、そういうですね、番組が文化人放送局というところでいろいろ出てますよね。僕も非常に楽しみにいつも見てるんですけどね。門田隆翔さんがね、こんなツイートしてたんですよ。1月17日ですね。財務省が今の形である限り増税路線は止められず、日本は G7 最貧国からさらに落ち込み、復活の目はない。現在の財務省を歳入庁、内閣予算管理局、債務管理庁、財務省の4つに分けるとの高橋洋一氏の財務省解体論、日本再生はここから始まる、文化人放送局の提言にご注目というね、ツイートをされたわけですよね。本当にこの通りだと思います。今ね、財務省常に好きあらばね、増税しようとするじゃないですか。で、日本という国はですね、一番何がいけないかというと、経済が伸びない最大の理由はですよ、これは需要が足りないんですよね。毎年数十兆円の GDP ギャップがあってね、それを埋めるために補正予算を組むと、それも不十分であるというようなことで成長できないわけですよ。GDP を上げる最大の要因というのはやっぱり需要が上がるってことなんですけどね、需要が全然上がってこない。でそれなのにですね、この増税というのは分かりやすく言えばですね、一般の人から一般の庶民からですよ、庶民じゃなくてもいいんですけど、要するに一般の国民からですね、税金を、つまりお金を吸い上げるってことじゃないですか、ね、税金という形でね。結局国民にはそれだけ、要するに可処分所得というかね、使えるお金が減るわけですから、需要が増えるわけがないんですよ。だから増税というのはね、これ法人税にしたって一緒なんですよね。結局賃金上昇に悪影響が出てくるということもありますので、いずれにしてもですね、民からお金を吸い上げるようなことをやってちゃダメなんですけども、財務省はそれをもう本当にね、もうゴリゴリに押してくるわけです。今度の防衛、予算この上げるときに1兆円は、増税でやろうなんてことをまた言ってますよね。これもういろいろね、いつも言ってるんですけども、男女共同参画とかですね、あるいは外国人、生活保護とかですね、あるいはそれに付帯する無料の医療費とかね、そんなものをいろいろあるわけですよね。そういうものをね、しっかり見直しなさいよと。でそれからあとはですね、それでも足りなければもう十分足りると思いますけどね、外為特会の差益とかですね、あるいは債務償還費の繰り入れるということをやってるわけです。それをストップするとかね、あるいは60年国債を80年100年にするとかですね、いろんなことができるわけですよね。増税しなくてもいいんですよ。しかしこの需要の少ない日本に対して増税とゴリゴリに押してくるのが財務省だということなんですね。ですから、僕はですね、この門田さんたちと同じ意見で、財務省を何らかの形で解体しなきゃいけないというふうに思ってるんですね。でこの4つの解体論というのは僕は素晴らしいなというふうに思っています。高橋洋一先生がねおっしゃってるので間違いないと思いますけれども、で僕はどういうふうにこれに対してツイートしたかというと、リツイートですね、今の日本の最大のがんは財務省との声が多い。その力はあまりに強大で政治のコントロール、これルが抜けてるねコントロールを超え民主政治を機能不全に陥れつつあるレベル。私は高橋洋一氏の財務省解体論に大賛成。政治家が徒党を組んでその方向に動けば必ず実現するはずだというふうに書いたんですね。先ほど言いましたように今の日本の、最大のがんはね、財務省っていう声がもう本当にね、僕もねアンケートを取るじゃないですか、このツイッターでね。もうやっぱりダントツ1位なんですよね。財務省が一番悪いと、次にマスコミだったかな、なんかそんな感じですよ。ですからね、この辺なんとかしなきゃいけないと。でその力があまりにも強くてね、政治のコントロールを超えていると。ですからこの民主政治を機能不全に陥れるというのはそういう意味なんですよね。民主政治というのは我々こう一般の、有権者が、信任して、負託、を受けて、政治家が仕事をすると、国民のために仕事をするというのが、民主政治じゃないですか。でもこの財務省というのはね、確かに頭のいい人が集まってると思いますよ、試験があるじゃないですか。上級試験という、公務員の上級試験というんですけど、今は言わないのかな、今は言わないんですかね、地方では言ってるのかな、ちょっとよくその辺分かりませんけど、昔でいう上級試験ねにパスするということで、なれるわけですよね。つまり誰の、信任も得てないわけですよ。ただ頭はいいだろうと、頭いいと言ってもね、要はね、あの問題よく見てるとね、東大生にはね本当に解きやすいようないい問題なんですよね。東大生が受かりそうな問題なんですよねそれはいいんですけども、レベル高いからね、その頭がいいし、しっかり知識を持った人がそういうことをやるということで、いい面もありますけれども、大きな方向性というのは公務員ではなくて政治家が決めなきゃいけないじゃないですか。国民から選ばれた政治家が決めなきゃいけないんですよね。細かいところはね、公務員に任せればいいと思いますけどもね。そういったことで、細かいこと、それから細かいことだけじゃなくて政治全体をですね、公務員が動かしている、つまり大きな方向性も公務員が、つまり財務省が牛耳っているということではね、これダメなんですね。ですから僕はそういう民主主義を機能不全に陥れる今の状態を打破するためにもですね、財務省解体論というものをどんどんね、唱えていってもらいたいし、また実際にですね、政治家が徒党を組んでね、弱み握られてるかなんか知らないけど、政治家もね財務省に弱いんですよね。しかしこの和田政宗、議員が言ってたようにね、やっぱり与党議員が、特に自民党議員ですね、ある程度徒党を組んでですね、その方向に向かえばね、これは民主主義の手続きで、つまり法案を作って可決させればいいわけでしょ。できないはずがないんですよね。要はやる気がないか、財務省に恐れをなしているのかね、よくわからないけれども、あるいは理論的に論破されているのか知らないけどねそういう人もいるんでしょうけどね、こういうね、政治の在り方ではいけないと思いますので、僕はこの財務省解体論というのをね、ぜひ、文化人放送局だけじゃなくて、できたらね、日本の普通の地上波のね、番組とかね、そういうところでもやっぱりどんどんやっていただきたいなと思います。そして政治家がですね、その機運を見て徒党を組んでですね、この財務省解体の方に動いてくれることをね、非常に期待したいというふうに思っています。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。